昨日午後11時37分ごろにフィリピン付近を震源とするマグニチュード7.7の大地震が発生気象庁は千葉県から沖縄県にかけての太平洋沿岸に津波注意報を出しましたこれまでに和歌山県御坊市と串本町で20センチの津波が徳島県南町では10センチの津波が観測されています気象庁はきょう午前9時に津波注意報をすべて解除しました 和歌山県や徳島県の一部地域に出された避難指示も現在解除されています。現時点で津波による被害の情報はないということです。